くらです。おはようございます。現在朝の3時56分とかなんですけど、これから出勤です。朝の4時から仕事で、家から職場まで歩いて5分とか6分とかなので、ちょうどぐらいに着くようにはしてます。ということで今日も仕事頑張ります。4時ちょうどに職場に着いたんですけど、まだマネージャーが来てなくて、鍵が開かなくて外で待機っていう感じですね。だいたいね、マネージャーはね、遅れてくることが多いんですよ。今までのマネージャーの最高記録はね、23分来なかったっていう感じですね。まあ、今回の動画は1日 Vlog っていう感じじゃなくて、今日金曜なんですけど、金曜日と明日明後日土曜日日曜日の週末っていう感じで一つの動画にまとめようかなと思ってるので、特別なことはしないんですけど、今の私の生活っていうのをリアルにお届けしたいなと思うので、明日は私が参加してるサッカーチームの試合がある日なので、まあ、試合中の様子っていうのはね、なかなか撮るの難しいと思うんですけど、チームの雰囲気とか動画撮れたらいいなと思うので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいなと思います。ベンさん、退勤しました。今まかないもらって家に帰ってる途中です。今日は6時間15分、10時15分で終わりました。今日なんかジャムが入ったやつをもらいました。みんなね、この同じカップ使ってるから、誰が誰だか分かんなくなるからね、こうやってね名前書いてくれます。ボブ君起きてきました。これジャムみたいなやつか。はい、ご飯食べ終わりました。美味しかったです。で、今日は金曜なので、毎週金曜日にね、今働いてる職場は給料が振り込まれる。まあ一応金曜か、早ければ木曜の夜とかそれぐらいには振り込まれてるんですけど、昨日確認したらまだ振り込まれてなかったので今日来てると思います。まあ、今の職場はメールで給料明細がなんていうの、 PDF で送られてくるんですよ。でさっきメールを確認したら給料明細のメールが来てたので、まだ開いてはなくて金額を見てないんですけど、今回はどれぐらい振り込まれてるのかっていうのをね、皆さんと一緒に確認してみたいと思います。さあどうだ。おー、なるほど。今週っていうか、まあ先週ですね、先週働いた分が今週入ってきたっていう感じなんですけど、手取りの金額が 702.44 ドル、働いた時間は36.5時間っていう感じでした。今週4で働いてて、基本的には平均8時間ちょっとぐらいかな。給料面に関してはね、前働いてたジャパレスの方が、まあ、時給が高くて週5働けるっていう感じで、まあいいっちゃいいんですけど、あれを続けてたらちょっと体壊しそうやなっていう感じやったんで、今の職場で全然満足してます。まあただね、やっぱ4時出勤っていうのはね、結構きついっていう部分ありますね。なんていうの、起きるのはまあ頑張れば起きれるんやけど、休みの日でも8時9時とかに寝ないと次の出勤がきつくなるから、夜遊べないっていうのはね、なかなかしんどい部分ではありますね。あと4時出勤でまあまあ朝早いとかっていうレベルじゃないじゃないですか。もうその早朝のシフトの人と昼からのシフトの人の給料時給っていうのが同じっていうのがね、ちょっとまあ不満点というか、なんていうの、まあまあ生活に支障が出るぐらいの早起き出勤時間なのに最低賃金で働かされてるっていうのは、まあなかなか鬼畜やなとも思うんですけど、まあ全然拾ってもらった身なので働けてるだけありがたいって思ってます。今の環境は日本人が僕以外誰もいなくて完全英語環境で、あ、一応その日本語がペラペラペラな中国人の方がいてちょっとややこしいんですけど、中国出身の方で急に日本語で話しかけられて、その発音がめっちゃうまくて、もうほぼ日本語ネイティブみたいな感じで、その全然準備しなかったから逆にえみたいな反応してしまって、え、日本人なんですかみたいな、いや中国出身ですみたいな、で何年か日本に住んでて勉強してたみたいな、ここ数年間は日本語を話す機会っていうのが全くなかったらしいんですけど、今の働いている僕のパン屋さんっていうのは日本人が僕が初めてみたいなんですよね。だからね、久々に日本語が話せるなんていうの機会が来て嬉しいみたいな感じで言ってたんで、その方とだけは日本語使いたいって言ってたんで話すっていう感じですね。でまあ簡単なことは英語で言った方が楽ですね。Sorry とか Behind you とか。なので基本的には完全英語環境でめちゃめちゃ英語聞いて理解できないことも多いし、まあ成長の日々っていう感じですね。そして給料が入ったので、まあ僕の場合なんですけど、毎週金曜日がね家賃を振り込む日となっていますので、このニュージーランドではね基本的に週払いで給料がもらって家賃も払うっていうのが基本なんですよ。まあ僕の場合は金曜日に入居したから金曜日にオーナーに家賃を振り込むっていうルーティンになってるんですけど、まあせっかくなんでね、今画面録画してちょっと紹介しながらね振り込みをしたいと思います。でキウイバンク、私はねキウイバンクを使ってるんでキウイバンクから振り込みたいと思います。
アプリを開いて Make a payment。 あ、そうなんですよ、言い忘れてたんですけどね、最近家賃が先週かな家賃がね20ドル上がって週240ドルになりました。ヒーターとか使い始めたから光熱費が上がってそれを上乗せされてるみたいな感じなんですけど、まあどうなんやろうな、ちょっとこの家以外に住んだことないんでわかんないんですけど、他の家も冬場はユーティリティが光熱費がプラスされるっていうのが普通なのかな。しゃあないね、これは240、はい、これをオーナーに送りたいと思います。コンフォーム、 OK。 今の貯金は 463.04 ドルです。その日暮らしみたいな感じですね。で、今日はこれから午後ですね、僕の部屋の向かいの部屋に住んでるボブがいるんですけど、ボブが CBD にあるネクストジェネレーションっていうテニスクラブのコーチになってて、そのコーチの同伴でジムとかプールとかサウナとかっていうのが使えるので、結構設備が良くて、プールも設備良くて綺麗で、でシャワーもあってっていう結構上等な施設なんですけど、まあ、それをまあ入らせてもらえるっていうことでありがたくついてってるっていう感じで、で今日もついてって、まあ、ジムで、最近僕サッカー始めたんですけど、45分ハーフ90分走れるだけの体力っていうのが全然なくて、とりあえず90分間走るべきところで走れるような体力っていうのをつけたいなと思って、明日サッカーの試合があるので、まあ、今日はねあんまりきついトレーニングとかはせずに、とりあえず45分、遅くてもゆっくりでいいから歩かないように、その、まあ、ジョグぐらいでね走るっていう練習とかをしたいなっていう感じで思ってます。今日は楽しくなりそうな一日ですね。76だった。Thank you. ジャパニーズラーメンマルテ、ここはね結構美味しいらしいんで、いい匂いする、いい匂いする。今日のなんかスープはいいスープだって言ってた、当たりのスープみたいな。レッドクラブ、こいつラーメンが美味しいらしいです。はい、つけました。今日チャーシュー麺を頼みました。こいつチャーシュー麺しか頼まないんじゃねえかと思われる。ごちそうさまでした。美味しかったです。これから ASB に行きましょう。 ASB って言ったらあれか、 ASB ではないですって言われるから。そうです、 ASB テニスアリーナネクストジェネレーショングループ、私たちは ASB ではありませんって言われるから見られたら困るから。行きましょう。レジャー、ここがボブ君の職場、こちらがボブ君の職場。スカイタワー綺麗ですね。Thank you. 土曜日です。朝起きてから午前中は編集とかまあもろもろしてたんですけど、今日は3時からサッカーの試合があるので。今もこのユニフォームは着てるんですけど、このベイオリンピックっていうチームなんですよ。もうそろそろ家を出たいと思います。はい、バスで会場に向かいます。今日の天気は曇りですね。バス降りました。ここから10分しないぐらい歩いてグラウンドに向かいます。よかった、雨降らなそう。ちょっと怪しいけど、ダックみたいなんだ。え、何あれ、こいつ飛ぶんかな。
Yeah, all good, cool. Otherwise, yeah, obviously Aaron's got it, so. You bought this car? Yeah. Brand new? No, second hand. That's actually, it's from Japan. Oh, really? Yeah, it's where it's been imported from, so. How much did you pay?16,000? Yeah. Thanks というわけで試合終わりました。今日は 1-0 で We won 勝ちました。いや、いい試合でした。やっぱ毎試合毎試合日に日に自分が少しずつ動けるようになってて、それが実感できてやっぱすごい楽しいですね今で。チームメイトからアルコールもらいました。これは 4.0% のアルコールです。いや、今日はいいゲームやった。マジで楽しかったです。人工芝見えるかな。先週はね、このあの完全人工芝でサッカーしたんですよ。めちゃめちゃいい環境ですよね。このクラムパークっていうところでいつもやってます。 Hey, hello. Hey. Cheers, thanks. No worries. Thanks. See you later, babe. Bye. Thanks. もう週2週3ぐらいで作ってる H の結晶というか、もう完成され尽くした究極のカレーです。このドロドロでは痛い。これ入ってるけど大丈夫。血が痛い。何をしてんの。よし、姿勢を正して合掌いただきます。いただきます。いつもはやってないです。これね、フラットメントのキウイのおじさんからねもらったエナジードリンク、これ飲みたいと思います。え、好きこれ。嫌いじゃない。ああ、でしょ。そんなにモンスターの方が美味しいでしょ。障害コーヒー。何これ、誰にもらったのこれ。
もうね、高校生に物違うんですよ。物めっちゃ多いから、ちょうだいって言われたんですよ。ちょうだいじゃないわ。なんだ？サッカーについて質問させていただきます。はい。ベンさんはミッドフィルダーでしたっけ？いや、今は左サイドバックやってる。試合中はもちろん英語で喋ってるんですけど、サッカーならではの英語ないですか？でもなんて言うかわかんないから、そんな言ってないかもしれない。いや、日本語で言っちゃうかもしれない。で、俺が一個気になってるのは、うん、日本語でタッチライン割った時に、マイボーって言って、レフェリーにアピールしてっていうのがあるんやけど、マイボーっていうのは英語でもマイボーなのか。マイボールってことじゃないですか。でもマイボー。マイボー、マイボー。だから、あれだよね。全力では言えないよね。ちょっと小さい声で、マイボーちょっと意思表示するっていう。テーマ決めましょう、テーマ。でも最近コメント来てたわ。もうそろ行くんだけど、仕事探しの難易度について教えてほしいです。あのスーパーマックス。スーパーマックス。めちゃめちゃ厳しい。他の人情報によると、3ヶ月で帰った人が3人もいるらしい。あ、仕事が見つからなすぎてってこと。はい。はい。Are you okay? お前、ビデオ？ Yeah, yeah, fine. Bye. マジで妥協すればあると思いますよ。妥協だって僕でもだって実際3つは見つかってるわけじゃないですか。ただ時間がしんどいよねっていう。だから断っちゃったっすね。そしたら仕事ない仕事ないって言ってる。それは何、後悔してる？それとも、してないです。結果オーライ。結果オーライ。まあでもワーホリで来て勘違いしてほしいのは、貯金をできるってやつはちょっとね、ちょっと厳しいかもしれないと思ったんですよね。日本より時給は高いけど、その分生活費も高いんですけど、キットカットとか400円しますよ。キットカットとかじゃ買わなければいいのよ。別に。休憩終わって再出勤です。午後も頑張ります。ちょっと雨降ってるけど頑張ります。はい、というわけでもうシャワーも浴びてもうあと寝るだけっていう感じになりました。今回のブログは、これで以上かな。金曜日、土曜日、日曜日、週末過ごし方についてブログ撮ってきたんですけど、今日は本当にただ仕事して4時半から3時ぐらいまで働いてきたんですけど、9時間半ぐらいかな、働いてきたんですけど、日曜日がねやっぱ一番きついんですよね。なんでかっていうと、その前日に昨日サッカーの試合やったじゃないですか。だからその筋肉痛がすごくて、めちゃくちゃ痛くて、もう足が本当にめちゃめちゃきつくて、まあ最近は本当に仕事するかサッカーするか、まあボブと一緒にどっか行くかみたいな感じの日々を送ってて、カナダの動画も見てくれてた人ならわかると思うんですけど、カナダと比べて本当にもう充実度がちょっともう桁違いですね。このね、乳児生活は本当にいいものになるのではないかなっていう予感がしてます。まあ早ければ来月、まあ遅くても8月とかには、まあ車も買いたいなと思ってるので、車買ったらもっと行動範囲も広がって、いろんなところドライブとか行って動画いっぱい撮りたいなっていう風に思ってるので、それも楽しみにしてもらえればなと思います。というわけで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録で応援してもらえるとすごく嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。